方の、しょっぱ方の、味噌汁ちゃんと飲んだの、ヘベジンは飲んでないの。こんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんとゆかですめぐりです。また来ました。また来ました。はい、今日は皆さんが気になってることについて話していこうと思います。日本の女子は、はい、なんで連絡がそんな遅いのとか、うん、なんでそんな連絡をしないの、うん、お前の顔が変だからところの話で言ってもた。じゃあまずなんで連絡をしないか、うん、例えばですね、焼肉さんに行ってさとか、そういうナンパにされて、うんうん、ね、で LINE を交換しました、うん、はい、経験はない、あ、あるんですか。あるんです。正直正直誘う時は流れで、なんで押されすぎて、あれ断れなくて、あ、そう、日本女子は断れない人がいる。そう、ノーを言えない。いやいや、さっきすごいの、の、俺にすごいの、全部ノーって言う。なんでやねん。なんで俺だけはノーなの。それは断れないからあげたの。強かったの。強かった。あ、そっか。だ、それはやめてくださいね、皆さん。まあ、なんか初めは、あ、めっちゃ優しい人って思うんですけど、あまりにも来すぎると、おー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 おお。そう、だから LINE を交換するイコール好きではないかもしれない。そのナンパーさんとかは断れなかったっていう理由もあると思う。あんまり行かないでくださいね、そんな、ね、か LINE を聞いて教えてもらったとしても返事がないというのは多分気持ちないと思う。返事がなさすぎるみたいな。一番最初の返事は気があったらちゃんとすると思う。わかります。でもまあ2人友達になってで LINE 始まるの。まあ友達になってね、うん、でじゃあ今日は何食べんの、うん、とか聞いたり、今日は何すんのとか聞いて、なんで返事はないんですか。なんでもいいやんって今日は何すんのって言ったら LINE でそれが来た。まあでも何々するよって返すじゃないですか。例えば友達と遊ぶよみたいな、でそう、そのオチが欲しい。その話で何を求められてんのみたいな。でもそれを言って知りたいってことかもしれないですけど、それをずっと一日中やり取りできない、なんか朝おはようって来たら見て、そう、次夜になることもあるし、だからなんでおはようって送ったらなんでおはよう言ってないの。あー、おはようって心の中で言ってる。なんでよ、ちょっと言ってくれないよ。おはようって、おはようだけ、あ、おはようって来たらおはようでいいんですか。だからおはようは、あなた今日よく寝ましたのって感じで気持ちで、よく寝ました、おはようって言ったら、そっちうちらは期待するのは、あ、おはようすんちゃんも元気だった、よく寝たのとかを期待するじゃん。こういうのがないっていうか、そんな時間ないね。2人は1日1通ぐらい返すぐらいがいい。でもその人の感覚によると、もう本当に日本のカップルでも毎日200件しますみたいな人もいるし、これはでも男子も返してほしい人で、女子も返してほしい人だから OK じゃないですか。でもこっちは返してほしくない、欲しくないっていうか、そんなにすごいずっと携帯ばっかりも見てないし、なんかそう自然に会話したいっていうか。でもこういう考えの女性が多いと思うよ、日本には。いや、もう大体こういう感じのが、俺の周りにもね、結構多いから、でもなんで返事しないかは俺も正直分かんなかったの。忙しいし、あんまりなんか返事する需要がない。そうだし、その返す意味がない言葉が多いんじゃない。例えばおはようとかもそうだけど、おはよう大事じゃん、朝っておはよう大事だけど、朝を始まるおはよう、朝は大事だけど。じゃあ分かった分かった、まあまあそれおはようはいいけど、じゃあ、こんにちはって始めてご飯食べる。本当に強敵やわ。買ってみるわ、ちょっと待って。今日何食べるの？お昼。でも男子、はい、逆に韓国男子はそこまで細かく知りたいんですね。はい。逆にだからそこまで興味ないんですよ。だからあなたが何食べたとか別にあんまり興味ないんで。でもそれがイコール違う、それが嫌いってことじゃなくて、興味ないっていう意味で取られるけど、そういうことじゃなくて、なんて言ったら難しいけど、何食べてもいい。ちょっと待って、いや、わかるけど、元気なら。ちょっと待って、あのね、俺が言いたいのは、こうやって
友達だけど仲良くなって彼女になってほしいだから、うんうんうん、だっておはよう聞いて何趣味は何何を食べて聞かせて知りたいから、うん、それで言ってんのに、ね、そう言ってほしい、そう言ってくれたりおはようとかなくて、なんか何が好き好みなのとか、なんか韓国に来たら何か食べたいものとかいつもあるのとかそういうのを返せるけど、うん、なんかその質問の内容がそう内容大事にせよな、例えば何韓国より何が好きなの何をなすぐやんのというかもうあしやすい返事しやすい、あそれ分かる、でもただそれがその内容にしたからって言ってすぐ帰ってくるかって言われると、うん、そのなんか感覚の私たちのすぐは違うかもしれない、例えば朝に来たら、うん、その日中に返したら OK かなみたいな感覚、うん、だから韓国で1時間は日本で1日だね、うん、そうだね、返事来たらまだ開けてるよって感じ、うんそうだね、開いてるよ、だからもうそんななんかそんなすぐ来ないことで傷つかれたら困る、逆に、うん、だからあの韓国の男子がもしね、うん、好きなの分かる、2人のお互い好きなのね、うん、でなんで連絡はしたい気持ちないなんか、あ確かに知りたいみたいな、うん、好きだから、うん、あこの男は今日何してるかなーなんか思ってなんか起きたことないなんか今日何あでも何したのとかいいけど、別にあっちから1日ぐらい帰ってこなくても、うん、嫌われてるんだとか思わない、うん、あなんか忙しいかもしれない、うん、って思うお互い、そう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 で、それで連絡しなかったら分かんないじゃん、書いてたなんか今日夜なんか何するの終わってって来て、うん、で返事もないし、そういう男待ってる気持ちはすごい辛いのね韓国は、だからなんで返事しないのそうやって、でもなんかそう、うん、忙しいっていうのが、うん、なんかちょっと失礼、うんうんうん、だから忙わへんくてちょっと時間がある時に返した方がゆっくりいろいろ内容とか、うんうん、考えられるから、うん、考える時間が必要、うん、全部にしてあの LINE 連絡そんなにないの理由はそんな深くないね、そうだから気にしすぎなんやと思う、うん、やっぱそんな気にしないで、そうだ、うん、もうそれでダメやったらもうダメやなんとなくだけど、なんか日本語で何してんのって言った時の言葉のなんか重みと、あ韓国で俺のモヘソラボパって言った時の重みが全然違うの、だからカジュアルな、わかるわかるわかる、うん、すごいすごい、だから多分あなんか束縛されてる、あそう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 っていうのある、まあまあ、うん、普通にいろんなタイプがあるけどね、そうだね、だからちょっと大きく言ったら、うん、やっぱりなんか今日何してんね、今日ご飯食べたの、うん、とかそういうの多いじゃん韓国は、うん、なんか挨拶みたいに食べたのって言うから、もしあの私もう10時なのね、もう寝る時間だけどご飯食べたのとか言ったらどう、あ夜ご飯食べたよおやすみ、終わり食べたよおやすみ終わらせない何ご飯食べたんとか聞かへん、うん、多分気になったことない、いや牛丼かカツ丼か知りたいの、どっちでもいいじゃないなんかそれがやっぱ違いですよ、優しさはどうか、逆に韓国人のこの男の男子のなんか牛丼食べたの、カツ丼食べたの、どっちなの、辛かったの、しょっぱかったの、味噌汁はちゃんと飲んだの、ペペチンは飲んでないのそういうのと、今日寒いから上着着ていて、なんかそういうの、寝るときなんかおっぱい垂れるからちゃんとブラ大きくするのやめてってやっ てとか、それすんちゃんだけやで、じゃあそういう心配の LINE とか、だから嫌いとかじゃないです、本当に、うん、嫌いとかないけど、だから皆さんね、LINE とかずっと待ってて来なくても、うんうん、待ってたら待ってたら来るし、そういう文化、うん、みたいな、そうだ、ね、でも本当に来なかったら、うん、まあ諦めてくださいねそうだね、それはどこの国でも一緒だと思う、一緒ですよね、うん、まあどこの国も一緒と思 う気にしないで、気にしないで、そうだね、待ってて、好きだったら LINE は来る、うん、はい、好きじゃなかったら来ない、はい、それでいいの、本当に簡単、はい、無理だったよ、無理だよ、あなたははい、今日も、まあ、こういう感じで日本人の女性に本当のリアルトークリアルトークリアルトークを聞きました、はい、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました、次の動画で会いましょう、ハローと口説お願いします、お願いします